今家に帰ってきました。両親がお好み焼きのテイクアウトを買ってくれたので晩ご飯にこれを食べます。今日アウトレット行ってきてたくさん買ったので後で開けようと思います。ナイキでは新作が出ててパンツを買いました。 S サイズでステッチが多分入ってるのが流行りでいろんなの売ってたんですけど買ってもらいました。アウトレットやった時にたくさん今日買い物しようと思ってて寄ったら買ってもらいました。ウィンドブレーカーまで行かないけど素材で中はメッシュです。黒に白地でステッチが入っててナイキのマークも入ってます。次、ウィンドブレーカーの白を買いました。これもアウトレット価格で6000円が4000円に値引きされてました。買うか迷ったんですけど親が似合うって勧めてくれたので白を買いました。配色が逆の黒もあったんですけど顔的に白が似合うのと黒のアディダスのウィンドブレーカーを持ってたので白を買いました。すごいステッチが可愛くてやっぱ流行りですね。首元までしっかり締まるようになってます。チャームがナイキで可愛いです。生地は薄くてメッシュになってます。ナイキのスウェットなんかシンプルで着やすそうなので買いました。腕が絞られてて完全に S サイズで短い丈になってて立派な四角になってて買った下と合わせたいなと思って買いました。あとはロンティーが欲しくて買いに行ったんですけどいいのなくてスウェットになりました。ただ薄手なのでいっぱい着ようと思います。あと化粧品を SK2 とに同じ成分がほぼ入ってるらしくてオールインワンジェルを買ってみました。バイオプレミアム発酵セラミド原液美容液 30ml 日本産で忖度した。1000円しないぐらいでほぼ水って感じで匂いも特にないです。使ってみようと思います。こんな感じです。ベタつかないけど保湿されるみたいな。アイライナー安かったので買いました。にじまないリキッドライナー、ルベールのブラックブラウンです。触れるタイプのリキッド、普通にカラー描きやすい、細くて描きやすいです。色は結構茶色で擦っても落ちない。めっちゃ落ちない。全然落ちないです。ちょっとこれは期待大です。使ってみます。です。ピンクのカーディガンを買いました。値段が3000円。めっちゃ安くて買いました。生地は伸びる感じでちょっとスポーツ素材っぽい感じでショート丈のカーディガン。よくある型落ちのデザインで袖がゆったりしててボリューム感のある生地です。意外とピンク着たら似合ったので買いました。あとコロニーというお店でカーディガンを買いました。今日はカーディガンを探しに行ったんですけど本当はブランドラルフローレンとかいいところでずっと使えるものを買おうと思ったんですけどいいのなくて結局これも5000円ぐらいで買ったんですけど流行りのステッチが配色バイカラーになっててグレーと緑ゆったり着れるデザインで着たらこんな感じ。袖もすごい長くて腰がここなんですけどお尻にかかるかかからないかぐらいで可愛いです。あとラルフローレンで
初めて買いました。ヘッドベスト白を買いました。これも1万5000円ぐらい。いろんな色あってブラウンとかもあったんですけど、白が一番綺麗めに着れて良かったので買いました。これはメンズの S サイズです。最後、ポーチ、キーケースとお財布とあとカバン2つ持ってて、今日5個目アクセサリー買いました。シルバーのネックレスを買いました。2万5000円ぐらいで4割引きだったので、1万5000円ぐらいで6割引きか、1万円ちょっとぐらいで買いました。私いつもイエベなのでゴールドのアクセサリー使うんですけど、まあ、服装的にシルバーつけたい日もあるじゃないですか。でシルバーのネックレスを持ってなくて、なんかちょっとカジュアルな日につけて綺麗めにも見えるし、ワンポイント可愛いなと思って買いました。こんな感じ、めっちゃ可愛い。たくさんつけようと思います。ちょっとキラキラしてて、それこそさっきのラルフの上のとかに合わせても可愛いかなと思います。ここら辺を綺麗にして、最初はそのピンクの脚立に炊飯器を置いてたんですけど、このニトリで買ったパイプ椅子みたいな椅子に炊飯器を置いたら少し高さが上がって使いやすくなったし、見た目も綺麗になったので気に入ってます。コーヒー系のものを入れてます。米はいつも3合だけなんですけど、4合分炊いても大丈夫なことに最近気がついて、一気に炊いて冷凍保存するのでいつも4合パンパンに炊いてます。バイト行ってて、そこからスタバに行って友達とも会ったんですけど、私が入ってたサークルで商品化が進んでたものがあって、それが商品化されるイベントがあったり記者会見があったりで、そのスケジュール調整をしててみんなにアポ取ったりしてました。で2時から大学に行って論文修正と、あと新しくもう一つ学会発表に参加することになったので、それの手続きとかもろもろをして、
ました。今帰ってきて4時です。明日の午前中にテストが一つあって、国家試験の過去問と夏休みにやった集中講義から問題が出るんですけど、まだ何も手つけてなくて、これからやります。ちょっと今日で終わるか不安なんですけど。金曜日が大学の後期のオリエンテーションがあるので、午前中にそれを受けて、ここから学会発表に参加するので、それの手続きをしに先生の研究室に行きます。土日はバイトです。死ぬかもしれない。